楽天イーグルスの今年の戦力外候補の選手がほぼ決まってきたということでご紹介していきたいと思います。まずは外国人選手の対談候補の選手から見ていきます。まず1人目がポンセ投手、30歳で年俸は1億円です。今年は12試合1軍で登板しまして、防御率が 6.82、 3勝6敗という成績になりました。先発ピッチャーとして前半戦はまあかなり先発での登板も多かったんですけれども、まあ、たまにこういい投球で勝利はあるものの、まあ、炎上の試合なんかもありまして、防御率としては7点近い数字になっています。7月の登板を最後に再昇格がなく2軍での投球が続いています。2軍では好成績ではあるんですけれども、やっぱり外国人選手の先発ピッチャーということを考えますと、まあ、ちょっと数字的には厳しいものがありますし、年俸を考えても対談の可能性高いのかなと思います。そしてターリー投手、30歳8000万円ですね。今年は1軍で14試合の登板、防御率が 2.92、 2ホールド1セーブという成績になっています。昨年は広島で防御率1点台を記録したピッチャーではあるんですけれども、まあ、今年はフォアボールが目立って、まあ、全体的にこうランナーを貯めてしまうというケースがかなり目立ちました。外国人のリリーフピッチャーというと、まあ、やっぱり圧倒するような力でこう打者をねじ伏せると、まあ、そういった投球が期待されるわけなんですけれども、まあ、ちょっと物足りない感じがありまして、今のままですと対談の可能性高いのかなと思います。そしてフランコ選手、30歳8年目の選手、今年は63試合の出場で2割1分7厘のホームランが8本、 OPS599 という成績になっています。昨年は2割2分でホームランが12本と、まあ、そんなにいい成績ではなかったんですけれども、2年目の覚醒に期待して、まあ、残留したわけなんですけれども、まあ、今シーズンに関しましても、まあ、同じような成績になってしまっているというような状況で、このままですと、まあ、やっぱり新外国人の発掘に動く可能性高いんじゃないかなというふうに見ています。では続いてですね、戦力外候補のピッチャー見ていきたいと思います。ピッチャーですけれども、現役ドラフト候補の選手からまず簡単に見ていきますと、高田投手、吉川投手、鶴崎投手、松井投手、そして西垣投手、このあたりの選手は現役ドラフト候補として名前が挙がってきます。まあ、ただ立場的にも入団からこう3年以上経ってもなかなか結果が残していないという選手になっていますので、可能性としてはまあ戦力外の可能性というのもまあゼロではないという状況ですので、まあこのあたりの選手から現役ドラフトであったり、まあもしかすると戦力外の選手なんかが出てくるかもしれません。まあ、そして戦力外候補というところでピックアップしてみますと、まず1人目がセミヤ選手、24歳6年目のピッチャーで、今年は3試合の登板、防御率 12.00 という成績になっています。手術なんかもありながら育成で6年間プレーをして、2軍でも目立つ成績っていうのはここまで残すことができていないんですけれども、今年は試合下昇格を勝ち取りました。まあ、1軍でも3試合登板したんですけれども、まあ、結果残せず、そして2軍でも、まあ、今シーズンに関しましては防御率が6点台後半と、まあ、かなり苦しい数値になっていまして、年数的に考えても、まあ、戦力外の可能性高いのかなっていうところですね。そして桜井投手、 DeNA から現役ドラフトで加入したピッチャー、25歳の7年目のピッチャーです。今年は1軍で8試合の登板、防御率が 8.44 という数字になっています。現役ドラフトと、まあ、スタートの時点から崖っぷちでの楽天の入団になったわけなんですけれども、1軍2軍ともに防御率がかなり高い数値になってしまっていて、結構厳しい状況になっています。そしてもう一人、ベテランの唐島投手、33歳16年目の選手です。今年は1軍登板なく、2軍では13試合の登板、防御率が 2.47、 3勝5敗という成績になっています。2軍では好投を見せているんですけれども、まあ、昨年1軍で1勝、そして今年は1軍登板なしということを考えると、立場的にはかなり厳しくなってきました。功労者のベテラン選手とはいえ、戦力外の可能性っていうのも、まあ、そう低くないのかなという状況でございます。では続いてですね、戦力外候補の野手、こちらを見ていきたいと思います。まずは内野手から見ていくんですけれども、まあ、現状のこの楽天のメンバー見ていきますと、ピッチャーはまあ結構戦力外であったり現役ドラフト候補の選手も多いんですけれども、なかなかこう野手がこの選手は絶対に切れるっていう選手が、まあ、なかなかいない状況なんですね。まあ、なので入団からの年数が比較的浅い選手でも戦力外の可能性っていうのはあるのかなと思います。まず1人目が平選手、26歳2年目の選手、今年は1軍で18試合の出場、1割4分3厘、ホームランなしという成績にとどまっています。即戦力の選手で2年目なんですけれども、もうすでに26歳、まあ、1軍で結果を残したいところなんですけれども、まあ、現状1軍でも1割4分3厘で、2軍でも打率が1割台と相当苦戦しています。
昨年は2軍で打率2割6分のホームラン2本と、まあ、まずまずの成績ではあったんですけれども、やっぱり即戦力選手としてこう1軍で活躍してほしいという選手ではありますので、まだ2年目のオフということになるんですけれども、戦力外通告、まあ、場合によっては育成での再契約とか、そういったところもあるかもしれません。そして辰巳選手、内野手の辰巳選手ですね、23歳2年目の選手です。今年は1軍で2試合の出場で3打数のノーヒットという成績になっています。試合下昇格とはなったんですけれども、2軍でも打率が1割台と、昨年から成績を大きく落としています。試合下昇格したばかりというところではあるんですけれども、もう一度育成再降格の可能性っていうのはなくはないのかなっていうところですね。やっぱり枠を空けるためにもメンバーの入れ替えっていうのは行われると思いますし、育成から上がってきたばかりとはいえ、まあ、そういった判断もあるかもしれません。まあ、ただ辰巳選手の場合はまだ大卒の2年目ということで、退団っていう可能性は極めて低いと思います。そしてですね、他に、まあ、キャッチャーでいうと堀内選手であったり田中隆也選手であったり、まあ、このあたりの選手も立場的には厳しい状況になっています。まあ、ただ現状支配下のキャッチャーが5人しかいないということもあって、基本的には戦力外の可能性っていうのは極めて低いと思いますし、まあ、仮にドラフトで即戦力のキャッチャーを取るとか、まあ、そういったことがあったとしても育成再契約の可能性が高いんじゃないかなというふうに見ています。では続いてですね、戦力外候補の外野手についても見ていきたいと思います。外野手も内野手と同様に、こうなかなかこの選手が戦力外と、まあ、言えるような選手っていうのが人数的には多くないですし、まあ、やっぱり枠を開けていかなければいけないという状況です。まあ、そんな中で候補としてやっぱり名前上がってきてしまうのは島内選手、34歳13年目の選手。今年は1軍で40試合の出場、2割1分4厘ホームランなしという成績にとどまっています。昨年はですね、まあ、1軍での出場試合数も多かったですけれども、成績を落としてしまいまして、そして今年は2軍でもなかなか成績が上がらない状況になっています。そして今シーズンのオフに複数年契約がちょうど切れるタイミングということもありましてですね、まあ、戦力外の可能性もゼロではないっていうところですね。もちろん功労者の選手ではあるんですけれども、まあ、銀次選手が割とこうあっさりめに戦力外受けましたし、島内選手も、まあ、可能性としてはゼロではないっていうところであります。まあ、実績を考えると、まあ、普通に考えればそんなに可能性は高くないんですけれども、やっぱり枠を開けなければいけないっていうところもそうですし、まあ、過去に少しこう契約のことで揉めているっていうのも、まあ、ちょっとマイナスの影響があるかもしれません。そして岡島選手、35歳13年目の選手。今年は1軍で31試合の出場、打率2割、ホームラン1本にとどまっています。昨年は114試合出場して2割6分6厘記録しているんですけれども、今年は苦戦しています。島内選手と違ってこの岡島選手は2軍では好成績を残しているんですけれども、まあ、島内選手過去にタイトルを取っているという選手でもありますし、島内選手と岡島選手、このベテランの外野手どちらかはもしかすると戦力外の可能性あるかもしれません。さすがに2人っていうことはないと思いますけれども、どちらかは可能性あるかもしれません。そしてもう1人ですけれども、まあ、あえて挙げるなら前田銀次選手、20歳3年目の選手です。今年は2軍で77試合、1割7分8厘、ホームラン4本、1軍での出場がありません。高卒で入団して3年間、2軍で打率1割台が続いてしまっています。枠を空けるという必要がある場合は、育成で再契約という可能性もあるかもしれません。まあ、ちょっと1軍に上げるにはもう少し時間かかりそうですので、育成再契約ということであれば可能性はあるかもしれません。ぜひ皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。以上です。